どうも、タキパさんです。マジでいいものレビューのお時間でございます。皆さん、こんにちは。ということで、はい。今回ですね、紹介するのはこちらでございます。はい。見てください、これ。レトロ、痛恨イヤホンマイクということで、これ懐かしいですね。いやー、ちょっとこれね、見てください。懐かしい痛恨風、レトロデザイン、しかもこれ音声入力マイク搭載ということで、で、コードもこう巻き取りコードということで、ちょっとね、開けてみましょう。ね。はい。さあ、開けてください。はい、この痛恨マイク。はい、いいと思います。で、これがイヤホンですね。はい、通常イヤホンです。まあ、これも、昔の、ファミコンのようにデザインされておりますね。さあ、これね。これがまた痛恨がですね、これなんか操作するとこらしいので、ちょっとやってみましょうね。さあ、じゃあまずはですね、これをつけて、はい、つけました。そしたらこれが、なんと、巻き取りコードらしいので、伸びましたね。そしたらですね、この、ちょっと音楽聴いてみます、これでね、せっかくですから。あら、いいですね。せっかくなんで聞いてみましょう。はい。早速私これね、こちらの iTunes に関しては、今 iTunes マッチをやってますんでね。Wi-Fi 繋がってるんで曲が入ってます。そしたらですね、今日ちょっと曲聴いてみましょうかね。僕の好きなジャック・ジョンソンが聴こうかな。はい。今流れてます。ね。で、まあ、説明書にもあると思うんですけども、ここがですね、停止再生。ね。これじゃあ、音もいいですね。ここの、A ボタンが停止。ね。再生ボタン。あとはですね、こっちはね、音量を切る。音量調整、ここ。懐かしいですね。ちゃんとここで、はい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 。あ、ボリューム下げられました、これで。ね、ちょっと可愛らしく。はい。ここでボリューム調整ですよ。あー、いいですね。あー。素晴らしいです。ちゃんと聞こえますね。ね。で、これね、マイク機能付きなので、僕はちょっと考えまして、この Siri さんのね、お答えをね、このマイクからいこうかなっていうのを考えてます。じゃあちょっとやってみましょう。ね。Siri ボタンを押しまして。名前はなんていうの？あ、来ました。シリと申しますと来ましたよ。ちゃんとここのマイク拾ってんのかな？ボイスメモで録音してみましょう。谷圭一郎です。谷プラスワンです。谷プラスワンです。谷プラスワンです。ちゃんと、ね、この音が聞こえておりますよ。はい。はい、ちゃんとこのボイスメモにも、このマイクが聞こえてます。まあ、これ通話ができるということなんでね、通話マイクで、会話ができてしまうということで、ちょっとなかなかね、ちゃんと当時の通話マイクの、本当の通話マイクを生かした、ね、感じになってます。これまたいいですね。皆さん、これいいですよ。普通にこうやって、電車乗ってもね、これがこうついてたら、ちょっと、ね。これちょっとおしゃれですよね、これマイクは。こっちか、こっちの方がいいな。これついてたら。ほら。ね。ちょっとアクセント的にもちょっと、いい感じじゃないですか？かわいい感じになってます。これいいじゃないですか。ね。こちらのね、レトロ痛恨イヤホンマイク。ね。まあ、ほんとこのファミコン世代の方は非常に、お気に入りというかね、懐かしいなって思うんで。いいんじゃないでしょうかね。ぜひ皆さんこのイヤホンマイク使ってみてください。以上、タニプラさんでした。バイバイ。